マコネです。そう、今ね、朝日を見えるかな、見えるかな。そう、いや、ちょっと超露相場だね。朝日を受けながら、そう、朝日ね、今日も、とりあえず風が治って、今日も一日ね、素晴らしい一日になりますように。で、15時には布団に入って、15時半には寝れますようにと心の中でお祈りして。今急に風邪ひいちゃって、咳込んでるんですけど、昨日はね、ちょっと寝る前にね、あんまりちょっと風邪気味だったんで、ちょっと高いね、抗 GH 食を食べて、寝ました。はい、とりあえず薬を飲んできたんですけど、なんとかなることでしょう。そんなわけで今日も一日頑張っていきます。またね。